今日は12日目か。12日目ですねー。前回は、いろいろと監視庁について知ることができたが、直接脱獄につながる情報を手に入れることができなかったから、今日は何としても手に入れたいところではある。自由時間にまた探索でもしますか。そうだな。ちょっと探索をまたやっていこうか。自由時間だよ。おはようございます、飯塚監視庁。おはよう二人とも。いやー、もう冬が終わりますよ。そうだね、そろそろ暖かくなるかもね。飯塚監視庁は夏と冬だとどちらが好きですか。僕は寒いのが苦手だから夏の方が好きかな。なるほど。じゃあ監視庁的には冬が終わって嬉しい感じですかね。そうだねー、暖かくなるのは嬉しい。じゃあ二人とも自由時間楽しんでねー。了解です。わかりました。それじゃあ行きますか、探索に。今回はどこに行くんでしょう。ボービーのある建物じゃないか。あそこはまだいろいろ部屋があったし。了解、行きましょう。おいしょっと。こっちかな。あれ、逆じゃない？そっちは反対だよ。あ、本当だな、こっちじゃなかった。狭いから分かりにくいよね。方向の区別がしにくいよな、ここ。あそこな。本当に脱獄できるのかな。でも確実に外が見えるから大丈夫じゃない。そうか、なら問題なさそうだな。とりあえず今回も2回メインで探索してみようぜ。了解。魚釣り。ここってまだ1回も入っていないよな。あっ、じゃあ私は先に上の探索に行っているね。お、頼んだぜー。と入ってもここは何もなさそうだな。仕分けって書いてある。ここは刑務作業で来る場所になるのかな。こっちは仕分ける場所で、こっちの茶色の箱は、あ、そういうことね。これらを仕分けしろみたいな刑務作業が来るのかな。霊夢、そっちの方はどうだ。あ、今仕分けのところを見たばっかりだね。あれ、砂糖あるじゃん。何か必要だったっけ。刑務所に入った当日に見つけたレシピに砂糖が必要みたいなこと書いてなかったっけ。あ、発酵した雲の根で使うんだっけ。そうそう、そこの段ボールの中に入っていたから持って行ってもいいかもな。刑務作業のものだから怖くない？確かにな。お、ここにとある囚人の日記という本があったぞ。ここの監視長はいい人だ。窃盗で捕まったどうしようもない俺だが、しっかりと話を聞いてくれて生きることに希望をくれた。刑期が終わったら、しっかりとした人生を送りたい。それが山中監視長への恩返しになると思うからね。また、そのワードが出てきましたね。山中監視長。これも私たちの知っている山中監視長ではないな。しっかりと話を聞いてくれる。もっと横暴な感じでしたけど。この本については後で考えよう。そっちは何か見つけたか。いや、特に何もないですねー。こっちの部屋も、どうせ刑務作業する場所だろうな。どうする？自由広場に戻る。ちょっとさ、一月になっている場所があるんだよな。ほう？それはどこ？医療棟、あそこにまだ行ってない部屋があった気がして。なるほど、じゃあそっちに行ってみる。そうだな、自由時間がなくならないうちに早く行かないとな。しっかりついてきているな。医療棟の場所はわかるから先に向かっていいよ。ここは監視棟から見える場所だから気をつけろよ。お、ここのチェストも確認してなかったな。私は医療棟に来るのは懲罰房に入れられた時以来なんだよねー。ああ、お前は久々にここに来たかもな。あ、丸石が一個あったな。これ石のツルハシももう一つ作れるようになりそうだな。それ以外は、このチェストに何もないか。この部屋に何かあるの？いや、そっちじゃなくてこっちの薬品製造室だな。あ、そっちか。早速本を見つけた。何が書かれているのだろうか。姿を消すための薬の作り方。レザーウォートを入れる。金の人参を入れる。発酵した蜘蛛の目を入れる。延長したいならレッドストーンを入れよ。なるほどな。ここで発酵した蜘蛛の目が必要になるってことか。姿を消す薬、それは便利そうなものがあるのね。でも他の素材がないな。このチェストにないか。あ、ここにポーションに必要な素材がたくさん入っているな。あ、じゃあすぐ作れそう？いや、でも金の人参と発酵した蜘蛛の目はここに入っていないな。じゃあその二つは自分たちで用意する必要があるってことね。とりあえず時間がやばそうだから一回戻ろうか。そうだね、そろそろ戻った方がいいかも。あ、暗くなったね、ちょっと急がないと。まずいな。探索中に夜になることなかったら結構これ急がないといけないな。姿を消すための薬か。
レシピは書いてあったが何に使うんだ。今のところ用途はないよね。探索が楽にはなりそうだが、それだと単純すぎる気がするな。何か別で必要になる時があるのかな。まあ今は必要とはしてないから考えなくてもいいんじゃないか。そうだね、またこの薬が必要になった時に改めて考えてみよう。監視は、まだ来ていないかな。どうやら間に合ったみたいだな。終了だよ。了解です。今行きます。じゃあ二人とも食事の時間だよ。そろそろ食事のメニュー変わらないんですか。ああ、じゃあそろそろシェフに言っておくよ。お、これは楽しみだ。今まで変わらなかったメニューがついに変わる。というわけで刑務作業の時間まで待機だよ。さて、とりあえず先ほどの探索を振り返ってみるが、ひとまずこれで探索してない場所はないか。あれは、監視塔とかってまだ行ってないんじゃない。ああ、お前いいところに気づいたな。前回の刑務所も監視塔の中にダイヤモンドがあったから今回も何かしらありそう。だがあそこって鉄のドアとかで封鎖されていたような記憶もあるんだよな。確かに刑務作業の帰りでそんな話もしたような気がする。もう一回確認してみるか、刑務作業の時間とかに。そうだね、本当に入れないのか確認する価値はあると思う。あとは刑務作業の場所によるな。昨日の鶏の場所とかだとどこにも行けないからな。鶏たちが私たちを呼ばなければ大丈夫。終了だよ。了解です、今行きます。あれ、お前は何をやっているんだ。机の真ん中にはまっちゃいました。何やっているの霊夢。誰か、助けて。あ、出れた、ありがとうマリサ。ってやっぱりはまっちゃった。何回ハマっているんだよ、お前その机好きすぎか。やばい、どうやら今日は鶏じゃなくて机が私を呼んでいるみたいです。はいはい、じゃあ刑務作業するよ。いやそこは突っ込んでくださいよ、机が呼ぶわけないやん。って、マリサも大変だね。いや私が面倒な人みたいな感じで言わないでくださいよ。面倒だぞお前、嘘だー。今日は何の刑務作業なんですか。今日は君たちには仕分けをやってもらうよ。仕分けですか。そろそろ君たちもこの刑務所に入って結構経つからこっちの建物での作業なんだよ。お、それは期待されているということでしょうか。さあねえ。何ですかそのよくわからない回答は。嘘嘘、期待してるしてる。なんか適当な気がするけど。ってことで仕分けはここでやってもらうよ。おお、ここでやるんですか。作業内容は段ボールがいくつか届いているからそこのチェストに仕分けしてほしい。搬入したものは全て把握しているから盗み出したりはしないでね。それはもちろんです。伝えなきゃいけないのはそれくらいかな。じゃあ刑務作業頑張ってね。了解であります。さて、マリサは探索行ってきます。その前に、これまた巨大倉庫のメモがあったぞ。え、新しいアイテム。そうだな、鉄と木材のありかだな。こや、鉄と木材、二つ目が手に入りそうじゃん。なるほどな、ここに来て巨大倉庫再びか。とりあえずこれは覚えてはおこう。次回以降に巨大倉庫は確認したいね。じゃあ行ってくるぜ、監視塔に入れるか確認してくる。あ、じゃあ刑務作業進めておくね。ちょっと監視塔怖いな。普通に監視に見つかる可能性あるしな。大丈夫そうだな、この近くにはいなさそうだな。さて、やっぱり鉄扉で封鎖されているように見えるな。いやぁ、やっぱりダメそうだな。ボタンすらついてないということは入れないな。こや、今回は監視塔はパスするしかなさそうだな。監視塔ねー、前回も中に入るために相当な苦労をしたからな。今回も簡単に入れるとは思っていないけど。戻ってきたでー。お帰りマリサ、どうだった。いやぁ、入れない構造になっているな。ボタンも何もなかったし中に入ることはできなそうだ。じゃあ監視塔は無理なのね。まあ巨大倉庫にも鉄があることが分かったから行き詰まっているわけじゃない。そうだね、なんなら鉱石保管庫にも鉄鉱石あったもんね。ああ、それも手に入れれば鉄つるはしができるな。でもあの部屋の鉱石ってどうやって手に入れるんだろうな。あそこのドアも鍵とかスイッチが何もなくて、奥に見えるひび割れた石レンガ掘っても行きますしかなかったんだよね。あれも考えないといけないな。どうやって中の鉄鉱石を取るのか。刑務作業はもうすべて終わったのか。とっくの塔に終わらせちゃいましたよ。おお、助かるぜ。そろそろ監視も来る時間か。終了だよ。あ、
ちょうど看守がまだかなーって話していたところでした。そうなんだ。じゃあ刑務作業は完璧なのかな。もちろんですよ。確認しちゃってください。おお、大丈夫そうだね。これは助かった。じゃあ二人と房に戻るよ。って何やってるの、君たち。これは、刑務所ジョークです。ジョークは刑務所にいらないよ。ってことで懲罰房だね。え、それはやめてください。すいませんでした。嘘だよん、刑務所ジョーク返しだよ。監視長が言うと本当のことだと思っちゃうんでやめてくださいよ。さあ二人とも房の中に入ってねー。了解しました。はーい。二人とも入ったね。じゃあ明日の自由時間まで待機だよ。行ったか。今日もいろいろと進展したね。とりあえず鉄のありかは全て分かったから良かったと思う。本格的に鉄鶴橋を目指して動いていかないとね。じゃあ今日はこの辺で寝るとするか。そうだね、おやすみなさい。おやすみだぜ。